はい、どうも、こっち今回ね、ドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、いや、まあ正直覚えてなくて <laughs>、ちょっとまた2週間ぐらい、ま取らなかったんだけど、取らなかったしやってないんだよ。ってかもうね、ドリームダディとかじゃなくて、もういろんなゲームやってない、別に <laughs>。 だゲ、ゲーム力がちょっとあんまね、あの、出てなくて、まあ、2週間ぐらい結局やってなくて、まあ、今回まだね、やろうかなと。やっぱ途中放棄っていうのも、やっぱ良くないのかなというところで、まあ、やろうかなと思ったんだけど、まあ、ま、キングダマスとかまだやってないんだけどね。<laughs> クリアして、まあ、そこら辺もちょっとま、ま、後々やっていこうかなと思うわ。えドリームダディツイッカやっていこうか。はい。長い一日だったが、私はまだまだ眠れそうになかった。見たら2週間ぐらい開けてたわ。 普段なら眠くなる前テレビで刑事ドラマを眺めているのだが、今夜は何だか落ち着かない気分だった。私は外を歩くことにした。あれかなんか時間の都合で強制終了したんだったっけな、前回は。多分。感覚がわかんなくて、35分ぐらいやってたのかな、多分。あ辺りを少しぶらついた後、ジムキムの前を通りかかった。私は法的に成人し、健全な判断力を持つ一人の大人として適量のアルコールを摂取するべくバーに立ち寄った。 こ,れあれかなこのバーってあのー、<laughs> もう名前忘れちゃったなーあのー、あいつと出会ったとこかな多分アマンダの良き手本であるようアルコール摂取量の限界値を決めているだがその一方で私はこの地域における社会的代理人としての役割を果たさねばならずジムキムのようなバーは格好の場なのだそれにとにかくビールを飲みたい気分だったああそうだねこうやっぱ出会った場所だわあのー 体のやつ <laughs> 今夜の自慢のきはにぎわっていた客たちは思い思いに話に興じていてニールですら楽しそうにしているここによって正解だったなあービールを受け取りながらあ出たあれじゃんあのジョナサンじゃなくてなんだ <laughs> ジョナサンじゃなくてなんだっけなあのジョジョ白人金髪白人のやつのおさんじゃん ビールを受け取れながら店の隅に一人でいるメアリーに気づいた。今日のメアリーは誰も引っ掛けようとしていないようだ。事実一人で、一人きりで飲んでる。確かに浮かない顔してるな。とても辛そうだ。罪悪感が心をよぎる。彼女は知っているのだろうかこうなったのは私のせいなのか私が彼女の家庭を崩壊させ,させてしまったのだろうか罪悪感か <laughs> そんな直接的な関わりなかった気するけどな、俺のイメージだと。あれでしょだから、 この前なんかクッキー、クッキー販売会みたいな、キリスト、じゃなくてあの、教会前のクッキー販売会でちょっとごたごたあったぐらいで別に、そんな、そんなバチバチしてなかったけどな。えいやまあでも、まあ、どうなんだろうな。もしそれだとしたら、挨拶をしていくっていうのはちょっと逆になんかあれだよな。なんかあ、煽りじゃないけどさ。あれメアリーさんじゃないですか。どうしたんですかこんなところで。 いう,いう感じになっちゃうからまあまあとりあえず一旦見ようぜメアリーに気づかず壁に貼られた男性向けのポスターを見ているふりをするメアリーに通用しているかはともかくとして私の演技は上出来だろう脇の下にたまらずに気づかないふりをし私は必死に試合に集中しようとしていたようやく危機が去ったかと思,い思った瞬間重たった重たった瞬間肩にトントンというよりも恐ろしい衝撃が走ったああ来てたのねやいやあ、hey. 新しいお友達のジョセフとは楽しんでるジョセフだ、そうだ。えっ、ー、と、彼はすごくいい人で、よかった。あなたたち二人が幸せそうで私も嬉しいわ。やはり、そんなつもりは <laughs> そんなか、そんなイチャイチャしてるとこ見られてない気するけどな。 あら、あたしはあなたを責めるつもりなんてないわよ、悟空。だってあなたはジョセフと純粋な関係でプラトニックな時間を過ごしているだけなんでしょ。支え合う仲ってやつよね。ああ親友と言えばいいのかしらあ、あ,あ、そうとも。ただの友達さ、必要とされたときにそばにいるだけだうーん、まあでも悟空の気持ちがわかんないなぁ。まあ、どっちにしてもさ、この場を切り抜けるって意味ではこっちじゃない。あれおかしいわね。ジョセフはもっと着替えのある人が好みなのに。 君のように露骨な言葉を使う気にはなれないね、メアリー。私たちの結婚生活についてご意見番になったつもりご意見番じゃなくても君たち二人がうまくいったのはわかるしさ。ご意見版を気取りたいわけじゃないのさ。すまなかった。逆に謝る <laughs> 逆に謝るのもありだと思うけどな。ごめんなさい。つって。一っさ、その険悪なムードを解き放つっていう意味では。どうご意見版を気取りたいわけじゃないさ。 ご意見番じゃなくて、君たち2人がうまくいってない。まあ、これは結構あれだよな。辛辣というか、まあ、ある意味、芯を食ってるよな。一旦謝ってみようぜ。これって別に好感度マークとかないから。君が辛いのはわかる。だからってこんな風に私に当たらなくてもいいだろ。君といがみ合いたくないんだよ、ありメアリー。ためらう。何もかもって多い頃、こういうところでやっぱ好きを見せるわけよ。すまなかったって言ってしまえば、これ、ぜひとも参考にしてください。現実世界でも通用するぞ。すまなかった。 あこういうとこよ。こういうとこ。結局、結局、謝るが一番。謝ることで人は一旦収まるのよ。私の方こそごめんなさい。あら出てっちゃった。そんなにそんなにクリーン人知ったごめんね。まあ、これが大人っていうことよ。結局、謝る。これ、謝ることができるのは大人だから。今日はもう寝るとしよう。冷蔵庫のアイスクリームを。 人すくいし、口に放り込む。リビングの明かりを消し、寝室に向かう。そんな食い方するの、アイスクリームって。まあ、あの、業務用とかのサイズかなそんな、人すくいして、食べていくもんなんアイスって。<laughs> 大丈夫か、せ、鮮度的に。それ普通なんかな、業務用とか食わないからわかんないけど。 アマンダはまだ起きてるんだろうか子供は寝る時間だ。娘の部屋の前を通りかかると、ドア越しにかすかな声が聞こえた。だが何を言ってるのかわからない。少しドアに近づいてみる。泣いているのかドアをそっと叩く。ナーマンダ。聞こえなかった。入ってこないで。鼻を吸っているの何泣いてんのなんかあったのか <laughs> めっちゃ泣いとるやん。<laughs> <laughs> ちゃんと泣いてんじゃん。 真ん中で、ベッドの真ん中で膝を抱えてる大丈夫か結構な泣きだぞそれ話したくない <laughs> いやこれむずいよな親としてはね親として親として一番難しいとこじゃんこんなの <laughs> まあでもアマンダって意外と結構聞いてみたら案外 ポキって言っちゃうから、アマンダって、実際。なんか一人にしておいた方がいいタイプじゃないと思うんだよな、アマンダ。これまで振り返ってみて。まあ2週間開けたんですけど <laughs>。2週間開けたんですけどっていうかなんか、ここ最近のドリームダイ多分2ヶ月開けてやって2週間開けて今だから、分かったつもりでいるのもおかしいんだけど、そんななんかね、割と聞いたらすぐ答えてくれるタイプの子だからなぁ。 いくらね、確かに、そっとしておいてって言ってても、いけんじゃないかな、アマンダだったら。何かあったのか。何でもないから言うって。いや、これは押すよ、別に。多分このゲームで、そんなふ、親子関係、バッとなることないだろう。あるかな、刺されるとか。<laughs> どうしよう。出てって言って言って言ったじゃん、つって、ブンって、なんか投げられて刺さったらどうしよう。アマンダ。うん 出て行ってたら、ほら、ちょっとほら。これがね、これがプロフェッショナルなんよ。これで一旦泣くというね、悲しいという感情から解き放つわけよ。わかったわかったよ。<laughs> なんで教えてくんないのかいさっきは機嫌が良かったのに。アマンダはいつも何だって、そうだよね。私は何か間違ってたのか。もうそうだ、そう思うもん、俺もやってきて。 怒らせることをしたのか。今まで悲しんでいたのに、私が怒らせてしまったのかもしれない。最後に娘を怒らされ、怒らせたのがいつだったのか思い出すことすらできない。怒らせる、あ,あ、まあでもこ、これ,これ、バットかな大丈夫かな相変わらずの7時、7時。<laughs> 違うな、これ7時じゃないこれ6時、6時40分だな。前も触れだけど。で、6時40分に繰り広げられる劇。 もうそろそろ寝ようか。ま、あここは変なところに突っ込むやめようか <laughs>。眠ることができなかった。だがよく眠りに落ちようとしていたその瞬間まで私はアマンダのことを考えていた。ほとんど眠れずに過ごした。ベッドから起き出しコーヒーを入れる。学校に行くためにアマンダもすぐに起きてくるはずだ。その時何を悩んでいるのか話してくれるだろう。あ。お !10 分前になってアマンダが焼かれてきた。え大丈夫親子関係。 早っ。あ、でも、返してくれるな。じゃあ、じゃあ、まあ、そんなにか。怒ってるぐらいか。と、乱暴をめた。メモくれない。まずね、これは重症だ。やりすぎた俺、もしかして。いや、話してくれるタイプだと思ったけどな。もう、これはもう空気感じゃなくて。意外と聞いたらさ、あ、実は、っていう答えてくれる子もいるじゃん。だって。これはもうね、その付き合い方のアマンダはそういうタイプだと思ったんです。何かあるのか。うん、ない。そうか。 送っていこうかいい。コーヒーはもう行かなきゃ。アマンダえなになに発砲音あ、びっくりした。最後にアマンダを見たの、見たのかと思った。びっくりした。こんなアマンダね。オッケーオッケー、びっくりした今。明らかに発砲音、発泡音したけど大丈夫これ えーこ、これ、大丈夫これちょっと待って。あ、写見つめる。幼い、そんなきあの急展開ありうるよな。だってその、他のキャラでもたびたび触れてきたけどさ、結構その親子関係とかさ、その夫婦関係って結構重いからね、このゲーム、なんちゃって。あるぞ、もしかしたら。事故とか。それに混じった表情を浮かべている。娘の心の強さを思い出していた。 何度も転び膝にすり傷を作ったがそのために立ち上がり再び自転車にまたがっまたがった最後には私は血まみれになった娘の前に立ちはだかって止めざるを得なくなったすると包帯なんかいらないもっと練習したいと泣き始めたのだった座り込んで泣き叫んだだがアイスクリーム屋に連れて行ってやるとケロッと泣きやんだのだった <laughs> あいつ悪化するだろうだがいい考えごめん無理やり話をさせようとしましたすいませんでしたごくんさん 食材。うんー、だからその発砲音みたいなのはやめろよ。<laughs> 扉が閉まる音なんだな、さっきの。ちょっと、ちょっとキーって今入ってたけど。扉閉まる音が発砲音と一緒なんよね。ちょっとやめてほしいわ、物騒だから。すぐにキッチンを入れるよに。今日はまっすぐに実際に向かっている。明らかに私を避けている。ごめんってアマンダお帰りやったん。なに少しいいかな。いいよ。 謝ろうと思ったらすごく、っぱいいね。やっぱさっきの、まあ、俺が選んだ選択肢だけどさ、やっぱ謝るってことが一番大人なんだよ。お前が心配なんだよ、アマンダ。お前が苦しんでるのを見るのは辛いが、苦しんでるお前何もしてやれないのはもっと辛いんだ。いいこと言った。俺の選択肢が正しかったよ、かのように、立ち振る舞ってくれてる、悟空は。パパ、私は、 お前が何に悩んでるんですよ、パパに言いたくないならもう言わな、言わなくてもいい。だが、お前の幸せを願っているパパがいつもそばにいるということを忘れないでくれ。<ー>パパが口下手なのは知ってるだろだから、二人の共通言語を使おうと思ったんだ。あケーキか。じゃじゃーんパパあれちょっと <laughs> ちょっと、ちょっと字怖いな。もうちょっとあっただろう。字が怖い。普通に。 悲しい時もっと書きたかったんだが、スペースがなくなってしまって。それに作り直す時間が、なんか来るぞ、これ。頑張ればできただろう。時もっと書きたかったんだが、スペースがなくなってしまってって言うけど、別にそんな、その、ど、どこから書き始めたかって、普通悲しいから書き、き始めるからさ、別に <laughs>。へ書けただろ、別に。時もパパがって。 まあまあそう、あんま突っ込まえほうがいいごめんねなんかああすごく上手だよパパいちご味だ、まあ、結果的に良かったかもなこっちのはんか最近の私ずっと変だったよねどう説明すればいいのかわからなくて相関図を書いたほうがいいかなあ恋愛のあれ ?Oh no あエマールがカリオレの有名な美術専門学校に受かったってエマール エエエマ、マ、マ <laughs> まあでも出てきた気するわエマ・アールって名前はおおよかった覚えてくれたんだやればできるじゃんう<あ>んうんうい存在と思えちゃってああんか自分と仲いい子がねあ自分よりもやっぱいい成績を収めるってのはやっぱちょっとこう感じるものがあるのか彼女グレースやエマ・ピートばっかり過ごしてたしね 二人のエマとグレイス。ノアが計算クラスの試験勉強で忙しいって言ってた夜。本当はマッケンジー F。誰誰誰誰誰 <laughs> してたってロジー M がらき。だ、誰が誰なのこれ。エマ P の顔知らなくないこれ。多分エマ P の顔知らないと思うんだけど。なんてこった。<ー>えノアが大好きでね。えっと。ノア <laughs> さっき出てきたね。 あもうその子に取られちゃったのもしかして壊滅的に下手だよねママ、まあ、だろあたしが下手なのはもっと下手なパパを見て育ったせいママを好きだったってことは MR にしか言ってなくて MR は誰にも言わないって約束してくれたのあたし問題を大きくしたくなかったからパーティーのことは何も言わずに知らないふりをしてたんだはい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 。 ボールににナチョスを食べに行こうっって誘ったんだでもみんなずーっと60秒以上もよ携帯電話から目を離さなかったくせに2時間も経ってから一斉に忙しいから無理って返事を送ってきたの分かったってこっちうなこう恋模様じゃないななんかあれか自分がなんかパーティー誘わなかったことをきっかけになんか周りから距離を置かれてるってことかよくわかるよ 一人で行くのは別に。えフードコートでグレース、m P、m R、それに、ノアがみんな楽しむナチョスを食べてたの。私のきで、うわ、きつっ。へ <laughs> きつっ。本格的に嫌われてるやつやん。きつっ。これもう客観的に見てるから、きつーとかテンションで言えるけど、これきついきつい。きつすぎるわ。ひどいな。う <laughs> んエスカードそばで見てたら、ノアが m R の肩に腕を回したの。友達同士でそんなの不自然でしょ しかも二人はそのままキスしたの。信じられん。でしょ、でもね、あたし、我慢だぞ、その顔何 <laughs> ちょっと待って、俺の今、感情の入り方ちょっと泣き声で行こうと思ったのに、何その顔されたらもう、合わないじゃん。でしょそれでにあたしってなってるじゃん。もう切り替えできてんじゃん。我慢できなくなったら、って言って、ちょっとって声かけたの。どっちのグレースが驚いて、ナチョスをシャツの上に落として、エマああたしをにらめつけてきたんだ。 ウクレースって誰だっけダメだ全く思い出せないそうだなえっな覚えてない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 っていつの話それ噂話ばっかりしてるなやつだろおもらししたんだろうどうせつまらないやつだろさすがにちょっと言い過ぎだと思うんで、やっぱ一時期はさやっぱちゃんとこう仲良くしてた子なんでしょ それはちょっとやっぱ責任ないよなぁ。うん。あ、ごめんって。<あ> <laughs> でも、あ、でもんマンにもあるのかなこう隠れ好感度が。好かれないようなやつ、今の私みたい。あ、そうなんだ。言わないから私、あんたたちみんな最低って言っちゃった。あんなこと言うべきじゃなかった。でも私、すごく腹を立てたし、恥ずかしかったし、とにかくそこから逃げ出したかった。ちチっスも買えなかった。最悪な気分だった。 それでグループチャットに超長いメッセージを送ったの最近右の <laughs> どん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 悪い方に行くじゃん。長チャットはダメだって。ん<あ>そういう動画ときとに私 MR にノアとはいつから付き合ってるのが聞いちゃって。まとまらない話でパパついてこれてるんまあまあついてこれてる。少しこんがらがってる。だいたいわかってる。わかってると思うはダメだよ。やっぱり読むね。え 信じああ、こうカットしてくれるんだ。うん、で、別に、し、ちょっと待って、信じられるって聞かれてさ、もちろん信じられるよって、そ、そっち近くない <laughs> まあまあ、まあ、まあ日本語的にはそうなんだけど、不思議とね、日本人はなぜか、信じられるって聞いたら、信じられないなって言うんだよ。よくわからないよね、この日本語。今、こう、ありがとう、このゲームのおかげで気づいたわ。信じられるって聞かれたら、信じられるっていうのが、 本当ないな。信じられないって答えんだもんな。アマンダを重視した社会生活と健やかな精神的成長を気にかけているが、今の彼女が何を言ってるのかさっぱりわからない。うん。Oh, <no. S 1> 何ヶ月の前から内緒で付き合ってたんだよ。うーん、まあ、でもこれ難しいよね。やっぱどこかさ、やっぱ傷つけたくないって思いもあったんじゃないのやっぱ,やっぱそ。それがあるから内緒にすんじゃないのわかんないけど。最低友達だって言ったの。 なんか最低なら絶好すれば、絶好の感じ違くない <laughs> あ、絶好って。絶好の子違うよな。これ絶好ゃの絶好だもんな。じゃあそうするって答えたら、エマは私を既読スルーして。既読スルーってなんだ既読スルーは既読スルーだろう。う <laughs> わかるだろ、雰囲気。明示しないってこと。 まあでもこれ漢字ね、文字出てるからあれだけど、確かにね、音声で言われたらわかんないかもな。記読するって。<laughs> そうか。少なくともエマ・ P はもう少し冷静というか中立だったから、私がどれだけ怒ってるのか話したの。ノアが、なんで俺はお前そんなこと言わないきゃなんねんだって。メッセージが来て、私がノアのことを何か言ったって返したら、ノアが言うには、エマ・ P がグループチャットで、私のメッセージ、なんて、ずっとずっとって、 そんなこと言われなきゃならないってメッセージが来て、私がノアの5段階高い人のがいいには、エマ P がグループ、あー、なるほどね。あ、ノアって、ノアはグループ一緒じゃないんだ。あー。悪魔の子が嫌い。そんなにそんなに権力あんの <laughs> エマ、エマそんな権力あんの みんなからのけもんにされて、学年半分の子あるきる。これは大事だよ。これ今ゲームしてるからだけど、親だったらと思うとね、どうしてやればいいのかわかんないよな、パッとは。気の毒に。こんなに気にしなかったと思うけど。お母さんが死んでからずっと一緒だったの。だからあの子にあんな風に裏切られるなんて思いもしなかった。うーん、まあでも思い込みもあると思うけどね。向こうも引き下がれなくなっちゃったんじゃないの普通に。 裏切るっていう気持ちじゃないと思うけど、まあ裏切りっちゃ裏切りだけどさ。好きってことを伝えてそのままにしておくってもよくなかったんじゃないアマンダ。好きって言ってたら告んねえと。ダメでしょ。どうでもいいんだ。私怒ってね。周りがずっと私に嘘をついていたからよ。うん。ちょっと腹立つかな。何か悪いことしたなんでいきなりみんなが私のことをのけんにするのなあ、でもパーティー誘わなく、 伝えなかったからじゃないのまだみんなと仲良くしたいって諦めきれないの。なんて言ったらいい<ー>惨めな女の子の物語をご清聴いただきありがとうございました。来週も最新のゴシップにご期待ください。おいおいバカげてるのは分かってる。おまぁ、あ、バカと言えるか。で <laughs> も、面白いよね。どっちもあるよね。 ね、なんか、頑固親父とかだったら、こう言うもんな、多分な。まあ、バカと言え,る言えるかもしれんな、って言うよな。言うもんね、多分、頑固親父だったら。面白いね。まあ、俺は、どっちかって言うと、まあ、こっちだけどな。うーん、まあ、そんななー。状況が状況だからな。<laughs> 歌えるなんて馬鹿げてる。前の感じは本物だ。自分が感じたことに対して怒る必要はない。そうかな。 そうじゃなければお前は実は人間の真似事をするロボットだったってことだぞ。特にモンスタートラックに変身してるわ。うん、うん。お前にパパ会に伝わる伝説の、伝わる黄金の知恵を授けることだ。うーん。高校なんて最悪だな。<laughs> それは、それは同調しすぎだよな。アドバイスでもクソでもないもんな。 結局あれだよな。こんなもん。あの、あれだよ。<laughs> 出てから例えるって話なんだけど。借金踏み倒しと一緒だからこんなもん。ほんとに。なんだっけ自己破産か。自己破、自己破産みたいなもんだよ、これ。この終わり方は。この否定の仕方。っこっちでしょ。本当の本当の友達ならそんなことはしないさってのはさ、結局エマが本当の友達じゃなかったってことなんだよ。いや、人ってめんどくさくてね。 こう言われたら、ちょっとこう、引っかかるとこあるんじゃないの仲良くしてきただけあってさ、こんだけ嫌いになった今でさえも、やっぱこう言われるとさ、やっぱ人から言われると反応しちゃうもんの人って。だからまあ、悲しい。悲しいお知らせだよ。悲しいお知らせだけど、これが一番なんかこう、ふさわしいんじゃない <noise> いろんな人との出会いがとは彼がある。それは仕方がない。どの友情も永遠に続くわけじゃない。だから友達いる間は大事にしろ。 だからその友情に終わりが来ても悪く考えすぎないことだ。うーん、まあ確かにな。だいたいはね、やっぱ自然消滅というかさ、やっぱ高校時代、中学校時代、学生時代に仲良かった友人とどん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 疎遠になって、えー、気づいたら10年ぶりとかさ、もしくはもう二度と会わないこともあるとかさ、そういう自然消滅が多いけど、まあ確かにね、終わり、明らかな終わりが来るパターンもあるからな。自然消滅だと終わりだからな、あれ気づかないだけで。 仲良くしてた時期があったのは事実だ。でももう別々の方向に向かって歩き出したんだ。お前の将来には新しい友達が待ってるし、その子たちはきっとエマーリア他のやつらよりずっといけてるさあ。いいじゃん。結構いいこと言ってると思うよ。つ <laughs> まるところと仲たがいしたのはそいつらの性格のせいで、お前は何も、まあ、そういう言い方ちょっと良くないけどな。<laughs> すごいやつだ。それを見抜けないならそいつらに問題があるってことさ。ああ。覚えとく。 二人でケーキを耐えらげたのか。ああ食べきっちゃった。<laughs> うんうん、ねえ、パパ。なんだあ,あ,ありがとう。愛してるやまんだ。I love you too, Dad. 急にネイティブ。あたしもパパ。シ <laughs> アハッピーじゃん。ハッピーだけど重い。<laughs> Welcome. You got <laughs> 復帰、復帰後一発目。これ重いわ。重い重い。ま、あい,いや、でもちょっとキリは。一旦終わろうか。はい。じゃあ。 果たした。